い、どうも皆さんこんにちは、飯田です。ということでやっていきましょう、成績発表。こんなテンション高く喋ってるけど、今日38度以上熱が出てます。皆さんとお約束したので意地でも動画を上げていこうと思います。あさっての動画は進学振り分け、私が3、4年生にどこの学部に行くか、それについてお話ししようと思います。早速本編にレッツゴー。さあ、成績発表してまいりましょう。成績発表と言いましては、まず取得単位数とそれぞれの点数について発表していこうと思います。うちの大学、不思議なことに GPA という概念がないので100点満点での評価となっております。そして80点以上取れるのが3割と決まっているので、なかなか点数が出にくくなっています。それじゃあ行ってみましょう。セメスターが2つ、2学期制になっております。そしてそれぞれ30単位ずつ基本的には取れることになっています。バケモンみたいに頭いい人は何単位でも取れるようになってるんですけど、基本は30単位がマックスです。私は1年生の1学期30単位中29単位申請しました。2学期24単位申請しました。2年生の1学期10単位申請しました。合計63単位中私50単位取得することができました。イエーイなのかな、わかんないんですけど、進学することが可能になる最低の単位数が46単位なんですよ。なので10単位も、なので4単位も余して進学することができます。本当のこと言うと、これ結構危ない数字で、一般的な東大生だとだいたい62、64単位ぐらい持ってるんじゃないかなっていうような感じになっています。なのでちょっと遅れは取っちゃってるんですけど、2年生で1回リセットなんですよ、単位が。そして3、4年生でまた必要単位数があってっていうような大学なので、必要最低限の単位数で卒業しようかなと考えております。ダメだね、勉強するために入れっていうような感じかもしれないけど、俺なんで大学入ったのかまだよく分かってないから。次は点数についてお話していこうと思います。だいたい上位 5% ぐらいが90点、だいたい 30% ぐらいかなっていうのが80点、 50% ぐらいかなが72、3点となってるんですけれども、さあ私の点数何点でしょうか。コメント欄今予想して発表いたします。私の点数 67.25 点でございます。微妙だよね。普通に東大の中でバカだな、でもそこまでひどくないなみたいな、なんかまあかもなく不可もないような微妙な状態ですね。これから進学振り分けと言いまして、行きたい学部を選ぶことができるんですけれども、それはこの単位と点数によって決定するんです。私の点数だとどこに行けるのか今わからないですけれども、それは次の動画で進学振り分け、進振りについてお話ししようと思います。ということで 67.25 点の飯田でした。また明後日を見てね。じゃあね。いや俺としては頑張ったつもりだったんだけどね。やっぱり1年生の時のオンライン授業に慣れてしまって、2年生から対面授業がたくさん出てきたのよ。いやもう本当に対面授業に行けないと思って、朝起きることはまずできないんだよ。本当に行けないと思って俺10単位しか申請しなかった。なんで10単位しか申請しなかったかっていうと、オンラインとオンデマンドで受けれる授業が10単位だった。いやー、これからちょっと不安ですけれども、なんとコロナが広まったので、うちの大学、オンラインになるみたいです。よし!ということで、私、なんとか卒業できるかもしれません。じゃあね、じゃあね。